はい、おはよう。はい、ポンちゃん。いい朝だね。あと1時間ちょっとすると、黒犬パパ出かけます。それは、こいつらです。これと、このカメラと、持って、近所の公民館で3曲歌うためにですね、9時半に出るんですけど、これは、会場設営のお手伝いです。そして、お昼1時15分予定ですって書いてあった。なので、どうしようお昼ね。お昼というか朝というか、ちょっとパンを食べてから出かけて、作業の合間になんか食べるものを買ってきて食べようか。ということで、行ってくるんですよ。はい。はい、パンちゃん。甘えた声出しちゃって。そうですか。ああ。パンちゃん。パン。パンちゃん。カルディのコマーシャルみたいになっちゃってるよ、ポンちゃん。カルディ。カルディ大好き。ポンちゃん。いつものようにここで寝ないの。乗っかるの好きだったんじゃない。高いといいのかな。なっちゃん。ジャン君は避難場所にいます。どうしてかな、ジャン君。なんか支度の準備をしていると、どっかに連れて行かれるかなって思ったね。ジャン君。最近、病院の前は必ずここに逃げ込むんです。ぽんちゃんは全然平気。私は平気だもん。ジャン君、今日は留守番の日だよ。でもほら、入れ物が違うじゃん。ジャン君たちが入るやつとちょっと違くない？ジャン君。なんかこう変な形してるよ。ジェン君、ポンちゃん、ただいま帰りました。君たち迎えに出なかったね。むしろちょっとジェン君がさっきビビって逃げてたね。どうして？ちょっとバタバタしすぎた？なんかね、外に出たり帰ってきたりっていうと病院を思い出しちゃうかもしれないね。もうしばらくはちょっと小さなトラウマかもしれません。はい、
どこまで行っちゃうの。いいデザインになってるよ、ジャン君、ポンちゃん。ジャン君。ポンちゃん、今泣いた？口開けないで泣いたね。うん、かもね。って言ったね。ポンちゃん、それは何？ジャン君。ちょっと甘えてるな。かっこいいデザインになってるって、かっちょいいね、チャラーン。はい、いただきました、いただき物をいただいてしまいました。おいしそうな。食後の中性脂肪の上昇を抑えるリセットナッツ、そんな都合のいいものがあるのかい。7パックくるみアーモンド、しかも好きなよっちゃん、ヘーゼルナッツ、そしてきなこ風味ってなったよね、うん、孫さんが好きなやっちゃん、まぶしてあるんだね、ナッツ好きで、ありがとうございま す。これいただきました。そして干し芋、も、はいはいはい、手につかない干し芋をいただきました。こう袋に小分けしてやるのね、かわいい絵が描いて、どうもありがとうございます。そして、チョコレートの香りを楽しむデイジー、これ植物ですね、うん、植物飼育はなんとかセットっていうことでしょうか。ありがとうございます。ということで、チョコレートの香りがする。ちょっと待って、大変なことを。どう大変。脱着式ホットプレートセラミックコート、ガーン、どうしよう。ちょっと待って、開けよう。ちょっと欲しかったやつだよ。どうする。あら、ポンちゃん出た。ポンちゃんここに出ない。ポンちゃん大変だ。キャーキャーキャー、意外人か。いいよ、はい、しかも可愛い色、ブルーって書いてある、書いてあったからブルーだと思ってたけど、綺麗な水色です。ポンちゃんは逃げてしまいましたが、今ドーンっていう音です。あ、セラミックっていうのはここがセラミックなんだ。あ、綺麗だし、いいじゃん、ね、しかもこういう水色と白、爽やか、めっちゃかわいい。あ、どうもありがとう。これを助かるというか、ありがたし、我が家にたこ焼きが帰ってきた。1234×6×6424 24個も食える。すごい、ありがとう、すごいね、はい、じゃあこれと、あれ、何でしょうか。卵、何でしょうか。あ、これいつものやつです。光るインコ、光るインコ、ここでしょう。じゃあちょっと開けてみましょう。はい、よし、
この光るインコ、うちの方では見たことないんだよな。よいしょ、ピッ。ここへ。これも、後ろに。はい。ここに。はい、これも。これね。これね。はい、ということで、まだあるよ。はい。4が光っております。そしてこんな感じのやつも入ってました。で、組み立てたの袋、すげえリアル。これ顔も動くの。はいはいはい、ほり、うん、映ってる。クリクリ、そこへクリクリ、じゃーん。はい、大足もいます。かっちょいい。ここだね、大足。はい、どうもありがとうございます。大足と、白いフクロウ。あ、白いフクロウといえばなんかで見たぞ。ということで、ありがとうございます。ネズちゃんもいるよ。ポンちゃんまで行くか。あ、ポンちゃん欲しいもんにちょっと乗ってる。ポンちゃん。ポンちゃん。はい、ポンちゃんがありがとうと申しております。あ、ジャンくんもあるよ。はい、ジャンくんもありがとう。すごいのもらっちゃったよ、ジャンくん。